とさ、うん、中にはどう見ても1年生には見えないよって人必ずいるよね。あ、私そうだった。そう、にやけながら。何かね、そういえばさ、沖縄っぽいもんね、年寄り。いやー、なんか先輩にもう一度中学校やりに、うん、やり直しに来たんじゃないかな。あ、本当にそんなこと言われたんだ。言われた。中学校やり直さないよね。やり直さないよね。何考えてんだって言ったけど、中学校やり直さないね。高校はあるけどね。そうだね。そういうこともあるね。ね、あるね。あるね。ってことで頑張ろうね。頑張ろうね。はい、こんばんは、二藤優子です。こんばんは、あなたまさやです。こんばんは、小川のりこです。お茶目な夜だよ。いたずらレモン。この番今夜はこの曲を聴いてください。二藤優子でセンチメンタルは嫌い。さて、昨日は私の自己紹介みたいなものをしたんだけど、今日は優子の番だからね。はい。この番組をずっと聴いててくれる人は優子がどんな女の子なのかよくね、分かっていると思うんだけど、私はね、のりこをね、うん、まだね、全然知らないから、いろいろと聴いていくからね。はい。OK。ということで、まあ、この質問用紙を紹介したいと思います、うん、はい、昨日もね、はい、私やったけどね、うん、今日はね、ゆうこちゃん、はい、何でしょうか。自分の性格を一言で表すと、うん、うるさいって書いてあるけども、その通りだと思いません？はい、お前なんで昨日も思った。初めて会った時から思った。どうして私ってこんなおとなしい子。はい、あ、いや、でもすごいおとなしい子だなと思わなかった。写真で見たらおとなしい子だなと思った、うん、やっぱり、うん、写真で見たらだね、うん、見たらだな。いや、写真で見るとね、なんか相談を聞いてくれそうだな。聞いてあげるよ、なんでも。彼できたら、なんでもさ、はい、なんでも聞いてあげるから、はい、じゃあ次行こう。ラジオで言ったらいいですよ。行こう行こう行こう。とさ、あのさ、自分でさ、自分を可愛いなとかって思うところとか、逆にブスだなって思うところって書いてあるんだけど、うん、可愛いって別になし、うんうん、ブスって全部って書いてあるけど、うん、思わない？全部ブス？どうして？性格は？わかんだって、自分でわかんないもん。ただうるさいしかわかんない。あ、うるさいしかわかんない。あ、それはなんだって、うるさいんだなってこれしか頭ないからね、やっぱり。なるほどね。自分で考えるのは、自分でさ、うん、ここ可愛いわなと思わないでしょ、普通は。そうだね、わけわかんない。あ、そっか。私の性格って、あのさ、次、うん、次っていうかさ、自分の体の中で、うん、ここだけはなんとかしたいなって思うところっていう、うん、鼻と足。OK。 鼻どうしたの？だんごさん、すっごいなんかさ、ブテッツって見せて。あ、かぶ、あ、何言ってんの？のりちゃんも隠してますね。え、のりちゃんも隠して、あ、そうそう。一番よく食べると思う人、うん、自分って書いてるけど、だって昨日もかよねえが言ってないし。そうだね。やっぱり私、うん、そんな顔してるかな。よく食べますよ。私も食べる。私も食べる。びっくりするぐらい食べる。うん、私も言われる。でも、のりちゃん痩せてるね。いやー、ごめん。のりちゃんもね、痩せてるよ。いや、違うってか、本当に。いや、でも、体重は。でも、いや、痩せたんだよね。そう、すごいね、秋にすごくね、太っちゃったの、みんな。秋は食べ頃だもんね。食べ頃じゃなくて、食べたい季節だよね。食欲の季節だよね。ごめんね。あの、よく食べるそうで。そうです。結構食べます。何が好き？やっぱお肉が好き。お肉が好き。だから太っちゃうのかな。あ、ご飯好き。うん、私、あの、かよ。見てる子もご飯大好き。で、どっちかっつうと、やっぱりご飯の方いっちゃう。本当？洋食と和食だったら。男の好きベッド、どこまで許せる？うん、これ3つあるんですよね。昨日も言ったけど、エッチな本を見る。そうそうそう。で、2がエッチなビデオを見る。で、3がエッチなお店に行く。昨日話題になりましたけどもね。いやいや、その中で、まだ、どこまで許せるって言ったら、本までですね、やっぱし。本まで。ビデオなんて嫌だし。エッチなお店でエイズになってたら困っちゃうし。あれ？エイズ？何言ってんの？なんでなんで？なんでエイズ？気の十分なしに。いや、でもね、ゆうこちゃんって、私がね、高2の時より絶対大人っぽいと思う。そっかな。ね、のりちゃんもそうだけど、うん、そうだよ。ずるいよ。君。何ずるい？私もっと、なんか本当、なんか、高校生って感じだったもん。だって私はちょっと高校生だよね。そうか。これでね、私がどんな子かね、二人にもラジオの皆さんにはもう、私がこんなバカな子なって分かってるかもしれないけどね、二人に分かってもらいました。はい。ちょっとね、やっぱりうるさいっていうことだね、まとめるとね。と、うん、いうことで、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなわけでね、今日は改めて私、二藤優子の自己紹介みたいなものしてきたわけなんですけれどもね、まあ、二藤優子はね、先週まで相手がね、前見智子ちゃんとやってたわけなんですけれども、昨日から新メンバーでね、かよねえとのりちゃんとやってるわけなんですけれども、本当になんか、初対面とは思えないほど、すごく楽しくできたんでね、これからもずっとずっとね、絶対今まで以上に楽しい番組になるんじゃないかと、二藤優子はこう思っております。だからね、
これからも皆さん応援よろしくお願いします。お茶目な夜だよ。明日もあなたにいたずらレモンあげる。お茶目な夜だよ。